このバスは新豊洲駅前経由東京ビッグサイト行きでございます。いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。旅する暇の男子青信です。ここは東京の有明、ちょうど後ろにビッグサイト見えますけれども、今回そちらではなくてサイトが見える場所でオープニングの挨拶を取らせていただいてます。今回の旅の目的を紹介するのは、今年の6月にオープンしたばかりというスモールワールズ東京という新しい観光名所が有明にできまして、こちらの浴衣ナイトというイベントが今月いっぱいまで現在開催中なので、着物男子なのでレポートしない理由はないなと思って今回企画を立てました。前回の骨の足湯カフェの動画見ていただきまして本当にありがとうございました。合わせてサブチャンネルの方でも小田急線と箱根登山鉄道の全面展望動画アップさせていただきまして、そちらもご視聴いただきましてありがとうございました。今回のこの撮影ではメインチャンネルではスモールワールズ東京さんの浴衣ナイトをレポートしまして、数回前からの動画でお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、今回もこのバオシンズ主観カメラで臨場感たっぷりにお届けしたいと思っています。サブチャンネルの方では臨海線の全面展望動画をお届けしようと思っております。ぜひ合わせて楽しんでいただけたらなと思っています。ぜひ最後までお付き合いください。それでは今回の旅も始めていきましょう。そろそろ浴衣ナイト、どんなイベントなのか見てみたいと思います。ちなみにスモールワールドの館内撮影禁止というのは基本的にありません。
今回の動画はいかがだったでしょうか。楽しんでいただけましたでしょうか。面白いと思っていただけたようでしたら、とっても嬉しいです。次回の旅行先、実はもう決まっていまして、山梨県にまた再びお邪魔しようと思っています。山梨県の今度は富士山の方です。一つは世界遺産になっている場所と、そして今の時期からですと秋の花々がちょうど見頃を迎えているという公園に行ってみたいと思います。富士山がすぐ近くにあってとても綺麗なんだそうですが、最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。